どうもこんにちは、たかひろです。今回は冬の東京ディズニーシーで食べるのにおすすめの温かいフードを5個紹介させていただきます。冬のディズニーは風も強くかなり寒いので、休憩の際は温かいものを食べて寒さをしのぐのがとてもおすすめです。今回紹介するのはクリスマス限定のメニューというわけではないので、12月25日以降も販売される予定のものとなります。近日ディズニーシーに行かれる方はぜひ参考の一つにしていただけますと幸いです。今回もよかったら最後まで見ていってください。まず最初にやってきたのはザンビーニブラザーズリストランテです。こちらでいただくのはビーフシチューとマッシュポテトのパイ包み、950円です。割と最近も紹介したメニューなのですが、本当におすすめなので今回改めておすすめあったかメニューとしても紹介させていただきます。このメニューはクリスマス限定メニューかと思いきや、クリスマス限定なのはこれを含めたスペシャルセットの方で、このメニュー単品は引き続き2023年2月28日まで販売されます。このメニューはとにかく中のシチューが熱々の状態で提供されるので、冬にもってこいのあったかフードになります。中には名前の通りビーフシチューとマッシュポテト、そしてトロトロのお肉も入っています。お肉はゴロッとしていて結構大きいです。最初にまずはそのまま熱々のシチューやマッシュポテトを食べたら、周りのパイを崩してシチューにつけて食べたりといろんな食べ方をして楽しみます。パイをがっつり浸して食べても美味しいですし、少しだけつけてパイのサクサク感を残した状態で食べても美味しいです。メインのパスタと一緒に注文してもいいですし、なんだかんだこれ一つで結構お腹にたまるので、小腹が空いた時に休憩がてら単品で食べるのもおすすめです。とても美味しいので食べたことがない方はぜひ食べてみてください。続いてやってきたのはポートディスカバリーにあるブリーズウェイバイツです。こちらでいただくのはフライドピザチキン&モッツァレラ600円です。こちらも昔から好きなメニューの一つで、名前の通り揚げてあるピザです。とにかく熱々なので猫舌の方は要注意ですが、冬に本当におすすめのメニューです。サクサクの生地にチキンとトロトロのチーズが入っていて、お腹も満たせて寒さもしのげます。チーズ好きの方にとにかくおすすめなので、ぜひ気になった方は食べてみてください。続いてやってきたのはリフレスコスです。こちらでいただくのはホットココア330円です。なんてことないホットココアですが、冬のディズニーで欠かせないあったかメニューです。冬のディズニーとなると期間限定の温かいドリンクメニューはいくつか出るのですが、結局このホットココアに落ち着きます。しかも意外と今現在はディズニーシーの中でホットココアが飲めるのがこのお店だけだと思うので、なかなか貴重です。このホットココアが販売されているリフレスコスでは、現在大人気メニューの照り焼きチキンレッグが販売されているため、常に大行列ができています。正直ココアのためにこの行列に並ぶのももったいない気もするのですが、少しでも空いているタイミングを見計らっては頻繁に購入してしまっています。期間限定のホットドリンクももちろん美味しいですが、安心安定のホットココアもおすすめなので、ぜひ一度パーク内でホットココアを飲んでみてください。続いてやってきたのはシーサイドスナックです。
こちらでいただくのは浮き輪まん600円です。紹介するまでもなく美味しいの知ってるよって方がほとんどかと思うのですが、今回一応王道メニューを一つだけ入れておこうと思い、浮き輪まんも紹介させていただくことにしました。ディズニーシーへまだ行ったことがない方はぜひまずはこの浮き輪まんを食べてみてほしいです。浮き輪の形をした生地の中にはエビのすり身が入っています。生地は肉まんと同じような感じで、中のすり身はエビのプリッとした食感も残っていて美味しいです。もちろん熱々なので冬にとてもおすすめのメニューです。今回紹介するメニューの中では最も古いロングセラーのパークフードだと思うので、その分根強い人気を博しており、常に行列ができています。もしまだ食べたことがない方は並んででも食べる価値はあると思うので、ぜひ食べてみてください。続いてやってきたのはアメリカンウォーターフロントにあるドックサイドダイナーです。こちらでいただくのはチキンとスクランブルエッグのドリア、920円です。今回紹介するメニューの中では最もがっつりと食べられるボリューミーなフードかなと思います。カレー風味のドリアにトロトロふわふわのスクランブルエッグが乗っています。熱々のドリアですが、お皿が紙なので冷めやすいためご注意ください。料理が提供されて席に着いたらすぐに食べ始めることをお勧めします。中には大きめの鶏もも肉が入っていて、ご飯の量は結構多めです。紙皿が若干薄めにも見えるのですが、しっかりとご飯が詰まっていてちゃんとお腹いっぱいになります。カレー風味ではありますが、決して辛くないので、小さなお子様でも食べられる味かなと思います。ドックサイドダイナーは席数も多く広いので、利用しやすいレストランとなっております。ぜひ気になった方は食べに行ってみてください。ということで、東京ディズニーシーのおすすめあったかフードを5個まとめて紹介させていただきました。どれもおすすめのメニューなので、近日パークへ行かれた方はぜひ食べてみてください。今回の動画が好評であれば、ディズニーランド版も紹介してみようと思いますので、よかったら高評価をお願いします。そして今回も皆さんのおすすめのあったかフードもコメントでぜひ教えてください。お待ちしております。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますので、こちらもぜひ概要欄からフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。